女性もそうだし男性もそうだし、さらに神様の、ね、助けがあるように、力があるようにユースリーダーとして任命したいと思います。まあ、もうユースリーダーだったんだと思ってる人もいると思うんですけど、聖書の中にいつも神様は人に、ね、油注ぐ力を与える、そして、その人を用いて全てのね、こう若者やまたいろんな社会人や立ち上がっていきます。僕も19の時ぐらいに本当に神様にね祈ってもらって。笠木何歳ですか？18ね。本当にさらに神様がこの J ミックスを祝福しますように。アメン、ね、でこれは娘だからじゃないんです。なんで身です。身わかる？彼女を通しての身を、身っていうのは何かというとたくさんの、世代女の子が立ち上がってるよね、そしてみんなそこについてきて、だからより彼女を応援してください、祈ってください。そして、ユースパスターと同じレベルで彼女が活躍できるようにみんなが支えていこう。まあ今回の、フェスタもかなり女の子やばいね。ね。ね。でもここ見ると男性も多いじゃん。ね、タクも東京からね来てね。だからまあ大体女の子の方が多いっていうのが教会のスタイルだけど、男性たちもこうリーダー見ると、ね、同じ割合でいるので男性たち来ますよ。ね、応援してます。だから今日みんなで笠木のために油注ぎで祈りたいと思います。聖書の言葉はあなたは若いからといって軽んじられてはならない、ね、今日もう軽んじられてないかもしれないけどね言葉にも、ね、態度にも信仰にも、ね、みんなの若者のまた年配の人もみんなを見るときに、うわー何この 若いのにチャキお前何歳ですかと周りの人たちが言うようにね、みんなの情熱はもうすごくわかります。そして態度またその生き方表し方、そういう面でもねみんな神様の、世の光になってます。だから今日、それをねさらに成長させていきたいと思うし、ぜひみんなでライグループのリーダーいますか？前に出てきてください。でユミも前に出てきてください。そして彼女のために油注いでいきたい。秀樹さんも美香ちゃんも前に出てきてください。そして、彼女のために祈りたいと思います。みんな手を差し伸べてください。神様ありがとう。神様今日本当に聖霊がこのところに導いてくれて、若者たちを本当にリードできるそのような女性をあなたが与えてくれました。神様どうぞ本当に笠木の上に、細い笠木の上に、この女性の上に、神様あなたの力が、知恵が、またあなたの愛が、あなたの喜びがあふれますように。どうぞそのリーダーシップを神様あなたが本当に祝福してくれるようにお願いします。どうぞここにいる若者が本当に次の領域に彼女が導きます。次の領域に人々をインスパイアします。次の領域に若者が、この本当にヒズコールのこの若者たちが名古屋の本当に若者の模範になれますように、悩んだり苦しんだり本当に生きる意味を探している若者たちに、どうぞあなたの光を、キリストの光を、イエスの愛をどうぞ照らすことができますように、どうぞ用いてください。今油注ぎます。今力を与えます。安守します。そしてここにいる若者たちが本当に一つとなって、あなたの栄光を表すことができますように。世代が変わります。世代が、この世代、若い世代が本当に希望にあふれて日本を影響するような、本当にそのような、期待される世代です。神様どうぞ笠木の上に力を与えてください。特別な能力、賜物を上から与えてくれますように、精霊の知恵を与えますように、予言的に語れますように。どうぞ神様あなたの能力、本当に力、才能笠木の上に置いてください。愛されている娘を感謝します。
イエスの名によって祈ります。アーメン。大きな拍手してイエーイジェイミックス応援してるよ、ね、あの僕はローションサッカーしませんけど、多分東君はするって言ってましたから東君も応援してくれてますね。若い世代が立ち上がっていくようにみんなね祈ってますよ。はい、エリアよろしくリードしてください。イエー、ジェイミックス世代本当神様の応援があります。ね、このフェス本当に3日間神様が働く3日間になるので期待していきましょう。そして次由美先生に少しだけ話してもらいたいと思います。じゃあどうぞ座ってください。おはようございます。いやー、ここはあのみんなスペシャルなシートに座ってること分かってますか？あんまり分かってなさそうやね。スペシャルなシートに座ってます。それは J ミックスのフェスタの一番最初に神様がすごいことをやりますね。ね、これから3日間続きますけど、でもみんなここにいる人たちはワクワクしてると思うね。あの顔見たら分かります。で、まあ、笠木が話してくれる前に、伝道の書の 12-1 を読みたいと思います。伝道の書って読んだことある旧約聖書というところにあります、ね、イエス様が生まれる前です伝道の書12章1節読むね。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、ね、あなたの若い日にあなたがあなたを作った方を知りなさいと書いてます、ね、もうあの私もこれを15歳の時に聞いた。もうね、本当に今でもこのなんていうかな、まあ、今でも若いよ。もう雨はいらないもういい、もうその情ありがとう若いね、あの15歳の日、15歳いないね、ここには15、はい、いいよ、はい、16歳、17、あ、15歳かな、15歳が来ましたすごい、ね、15歳で初めて教会来た日に、若い時にあなたを作った方を知りなさいっていうのを読んで、もうね、人生が全て変わりました。もうね、生き方が変わるし考え方が変わる。で、本当に若い時にこう、ね、何に出会うかはものすごい大事、ね、悪い友達に出会ったら、あ、こんなもんかって人生思うじゃない、ね、でも成功してる人に会ったら、あ、こんな風にできるかもしれないと思うじゃない。本当人生って出会いっていうのはもう私たちのもう生き方を変えてしまう。で、一番生き方を変えるのが創造主に出会うこと。なのでもうここにはみんな出会ってると思う。でもね、さらにこの創造主がどん何でっかいかを、ね、どんなに私たちを好きか、どんなにどでかいプランをみんな一人一人のオリジナルのプランニングをしてるかをこの3日間でしっかりと受け取ってほしいと思います、うん、なのでみんなの準備、どういう準備できたらいいか、神様が僕に語るっていう、この心で聞いてください。で、あの別にメッセージだけで神様は語るんじゃない、誰かを通しても語るかもしれない、またね、道端でこう歩いてる時に神様は語るかもしれない、トイレかもしれないよ神様はどこにでもいます。なのでみんなに語ります。そして本当にね、始まりと終わりが違う人であるようにね、それを神様は願っている。そのためにこのフェスタはヒズコールチャーチでは本当にナンバーワンのイベントというかね、なので、あの期待してほしいと思います。そしてあのここにいない人たちが今日ね、延べ300人ぐらい来ます、この3日間で、ね、この創造主を知らない人たちが来ます、
ね、何のために誰に作られたか知らないで来る人たちがたくさんいます。そのために楽しいイベントをします。なのでそこで良いね、本当人間関係を作って、本当にこうね、お互いの心を開き合う関係を作ってほしいと思います。で今日はギアを1回目入れるんですけど、笠木のメッセージは超ギアが入っていますなのでみんなシートベルトを締めましょうそして本当にね、初めて語りますけど、みんな応答してください。応援して聞いてください。お願いします。はい、じゃあお願いします。拍手。すいません、台をいただけると、台を。ありがとうございます。皆さんこんにちはめちゃ変な感じ。まずは本当に今日こうやって話せるチャンスを本当に感謝してます。今日は、まあ、紙も配られてると思うんですけど、まあ、宣言し続けるっていう題で、でもこれは10 years 10 church って、じゃあ明日からみんなで声を出して宣言しようっていう、そういうメッセージではありません。本当にここの J-MIX 世代がっていうか、もうここにいる全員が次にどうやって動くか、どうやって変わるか、そしてどうやって目で見える身を見るかっていうところを具体的に話したいと思うので、さっきギアが入ってるって言ってたけど、皆さん本当に神様から今自分に何を語られるかを本当にメッセージから聞いてほしいです。私も神様の声だけを伝えたいと思うので、ちょっと祈って始めます。祈ります。神様、今日こうして語れるチャンスありがとう。本当にこのここにいる一人一人はあなたのために、そしてこのビジョンのために立ち上がっている人々です。本当に神様の働きだけを私たちが行えるように、そして今日のメッセージを通して聖霊の声だけが語られるように助けてください。イエスキリストの御名によってします。アメン。まず最初に御言葉を読みたいと思います。申命記の 20-2-4。戦う前に祭司はイスラエル全軍に宣言しなさい。みんなよく聞け。今日の戦いを恐れてはならない。神様が味方だ。神様が戦われるからには勝利は間違いなく我々のものだ。アメン。本当にここに戦いっていう文字があるんですけど、これは勝ち負けとか、まあ、今のみんなにはそういうなんか、あ、これがもう誰かとの戦いはだっていうのはないと思います。でもこの自分の葛藤であったり、まあ、人によってはそれぞれ違うと思いますけど、本当に素直になれないとか、この人には話せないとか、そういうちっちゃなことから、なんで人がついてこないんだろうとか、なんかもうちょっといける気がするのに、もうちょっと自分のリーダーのようになれる気がするのに何が違うんだろうとか、本当に牧師の声を聞け、牧師の心を知ろうっていうメッセージ前からしてるけど、本当に私たちが実際にどうやって動けば、どうやって目で見える変化が起きるんだろうって、多分絶対みんな一人一つは持ってると思うんです。それをどう変えるか、変わろうとするかじゃなくて、祈るかとかじゃなくて、どう変わるかっていうところを今日話したいと思います。そのまず今日全体的にこの宣言するっていうことは、まあ、さっき言ったように大きなことをなんかみんなで声を出してっていう話ではなくて、今の自分にこう何が必要か、まあ、自分が実際的に変えられるため の、まあ、そのための宣言を話したいです。まず一つ目のポイントなんですけど、まずイエスによって強められる、まあ、これはただ宣言すればいいっていうわけじゃなく、まずイエスによって強められることがスタートです。これはなぜかっていうと、じゃあ私はライフグループリーダーになるぞってずっと宣言し続けて祈り続けて、あ、まあ、宣言し続けたら変わるかって言ったら、まあ、実際うまくいってないなっていう人もいると思います。でもなぜ私がこのポイントがすごい大事かっていうと、私は今のヒスコールの自分のライフグループや、まあ、またライフグループじゃない人とよく話すようになって気づいたことは、こう強められる動機が本当にイエス様だけかなって思うことが最近本当に多い。
っていうのはライフグループで強められたりメッセージで強められる、もちろんそれは神様の声からよるものなんだけど、こうはっきり言ってこうなんか自分の心が燃えることを求める、そういうクリスチャンがすごい多いなと思います。でもその気持ちはすごくわかるというか、自分が止まってるなと思ってる時にこう水曜日の由美先生のいつも毎週熱いお言葉あるじゃないですか、リーダーの人はわかると思いますけど、とか正人先生が話す言葉や自分のライフグループリーダーにチャレンジされる時興奮しますよね。あ、次に進めるんだって。でもそれって何回もあったと思う。でもなんで繰り返すか、それは本当に神様によって変えられてないから。本当に神様によって変えられるんじゃなくて、こう人々によって変えられたり、言葉によって、そして言い方悪いですけど、そのクリスチャンにとっての快感のような、そういうなんかすごい言い方悪いけど、これはなんかその自分が心を燃えてるかどうかだけを確かめる、そうはずっとそういう人はいないと思います。本当に、私のリーダーである由美先生はお母さんでもありますけど、本当に実際のところお母さんだからっていう意味でリードされたことは、まあ、その部屋を片付けるとかそういうことだけで、なんか本当に自分の神様によるリーダーシップっていうのは本当にこの強い、こう由美先生が言ったからじゃなくて、その由美先生の言葉をきっかけに神様によってガツンと自分がされる、それが毎回あったなって気づきました。まあ、ここで一個御言葉を読みたいんですけど、テモテの第2のテモテの手紙で 2-1 から2、私の子テモテよ、キリストイエスから力をいただいて強くなりなさい。なぜならあなたには多くの証人の前で私から聞いたことを他の人に伝える使命があるからです。この偉大な真理を信頼のおける人、すなわち自分が信じるだけでなく人にも伝えれることのできる人に教えなさい。これはただ自分だけが信じて人に伝えよっていうことだけじゃないんですよね。自分が信じるだけでなく人にも伝えることができる人に伝えなさい。ここで書いてあるのは、テモテにイエス様はただ人に伝えよじゃなくて、その人がライフグループを持つところまで、本当に弟子となって引き上がるところまで見て最初から関わってた、その心っていうのはすごい聖書から学べるなって私はすごい感じました。最初から人に伝えるんだって、この人が人々に伝えていくんだって宣言して人と関わっていってほしい。その時に自分によって人が変わることってすごい怖くなる、そんな責任を持てないから。だから本当にまずは自分が、例えば前は素直になれなかったけど素直になれるとか、前は自分とキャラ合わない子に神様のことを伝えれるようになったとか、そういう変化を求める前にこう神様からこの情熱、神様だけにもらうっていうことに敏感になって、そして意識してほしいなと思います。まあ、ここにいるみんなはすごい仲がいいし、まあ東京とか名古屋三重っていう離れると話す回数は少なくなると思うけど、ずっと一緒にいるとこうそれが習慣になってくる。あ、今日メッセージで受け取れなかったなっていう声よく聞くんですけど、今日なんか今日メッセージ入ってこなかったとか、それっていうのはそれを求めてるから、その情熱を、あ、私の心を興奮させたい、それはある意味本当に自己中な心、そこから来る変わろうっていう思いは変わりません。一見自分の行動が変わったかのように思えても、いつの間にか溜まってて人にイライラしたり、またはできてない人を見た時になんでよ、私にはこの心があるのにってなったり、またその同じことを言い続ける、そこに本当に意識してほしいです。そして、このもう次のペテロの第一の手紙、あなた方をキリストにある永遠の栄光に招き入れてくださったあふれる恵みの神はしばらくの苦しみの後、あなた方を癒し強め力づけ不動のものとしてくださるでしょう。神様の恵みからよる変化っていうのは動かないんです、二度と。それを
自分が、まあ、これは女性にはもっと多いかもしれないけど、男性にも一人で考えるときに、こう、あ、なんか動いてないな、もやもやするな、なんかこうリーダーからこう言われたけど、こうなんか実際自分が変われてないなってなったとき、皆さんはどうしますか？祈りますか？ジャーナルしますか？メッセージ聞いて燃えようとしますか？ただ人にただ話したいっていう思いになるか、まあ、それは人それぞれだと思うんですけど、動かないものになりたいなら神様との一対一の関係で変わる以外方法はないんです。もちろんさっき由美先生が言ったようにメッセージを通してやライフグループを通してって必ずあるけど、その同じ悩みや、まあ、また今分かりやすく説明するならカンファレンスの日、カンファレンスの週とかに、まあ、私も男性の方と喋ったりもしたんですけど、まあ、もちろんライフグループも話すんだけど、その時の葛藤ってありましたよね。なんかいろいろ聞いたんですけど、まあ、それは自分が分かると思いますけど、例えばその葛藤と今思いが変わってるんじゃなくて現状がどう変わってるか、行動がどう変わってるか、そこでもし、あ、なんか本当の意味で動けて、なんか本当の意味で成長してないな、次のレベルに行ってないなっていう人は、神様にそのあなたによる変化で動かないものとさせてくださいって祈ってほしいです。そして、グラウンドの部分を、ギャザー、グラウンド、グロー、ゴーってありますけど、それグラウンドを、グラウンドを立て上げたいと思うとき、それは人々からのインスパイアであったり、もちろん何回も悔い改めて涙流して、ビクトリーセッションして、祈ってっていうこの繰り返しは必ず必要だと思うんですけど、グローという意味で成長していくときにそれだけではダメだと思います。まあ、それはさっき言ったように、こう水曜日と日曜日が一番神様を感じれるときっていうのは違うっていうことを自分の中で意識してほしい。例えばティーンズ男子だったらアロンと話すときが一番俺の心が興奮するとか、私のライフグループだったらカサキに聞いたときにあめちゃ強くなれるとか、エリア君と話すとき、マサト先生と話すときにっていうことじゃなくて、平日神様と会話するときに一番震え立つ人であってほしいです。もしそれが習慣づいて確信持ってそれを宣言できるなら、私は神様によってもう成長してるんだって今宣言してる人がいるなら、必ず隣に人がいるはずです。必ずライフグループがあるはずです。必ず毎週新しい人が来てるはずです。そうやって自分の意識を変えていく。そして2番目、イエス指導者リーダーに近づく。まあ、これはみんな最近聞き飽きたっていうぐらい聞いてると思うんですけど、箴言の11の14、指導者なければ民は倒れ、助言者が多ければ安全である。ここで神様は一人でいいなんて書いてないんです。神様は多ければ安全である、これはリビングバイブルの訳なので、まあ、すごいカジュアルに話されてるんですけど、ここにいる一人一人がエリア君やまたそのマサト先生、ユミ先生以上の、そしてそれを超えようっていうその意識、そして自分が指導者になれるんだ、神様が任せてくれてるんだって祈り続けてほしい。それは救われてどれぐらいとか、あ、自分のリーダーと言ってることが違うとか、自分を見てては始まらないんですね。自分を見ててはまだだ、ここだ、あるって、まだここが解決されてない、まだが人がいないから、人がついてきてないからっていう現状を見ちゃうんですけど、そうじゃなくて神様が何を期待してるかっていうことを受け取ってほしいです。そう、でこのみんなが一致するっていうことにおいて、なんでここまで細かくっていうか、その今私が宣言していることの一つとして、フェスタ終わりの日曜日毎週100人を超えるっていうことを宣言してます。それは別に1年前から言えたことなんですけど、この宣言っていうのは
誰かが言ってるからとかじゃなく、宣言をすることによって意識が変わって、そして意識が変わることによって行動が変わる。あ、それを私はここの1年間すごく体験して、実感しました。私の証をすると、ちょうど1年前、こう本当にこう友達、学校の友達と本音で話せる仲になりたい、一生の友達、本当に神様の愛を伝えたいという思いが本当にあって、こうフィッシングのスピードを自分が上げれるように、ヒズコールが成長、人数が増えるために、自分がまずはフィッシングのスピードを上げるんだというのを祈り続けてきました。でその後に、そのこともずっと宣言してたんですけど、その後に私は、何人かは聞いたことあると思うんですけど、自分のライフグループメンバー、ここにいるナオもカルラもミサキもキョウナもミクもフーカも全員、ノナミも全員なんですけど、そのクリスチャンメンバーが引き上がる、強くなる、正直言うとその時の女性陣はずっと泣いて内側見て、なんか泣いて内側見て、変わったって言ってまた同じ悩み言って内側見て、でも人導けないのどうすればいいカサキっていうのがずっと繰り返されてたんですね。でもそれは私はもちろんそれは必要なんですけど、いつか抜け出さなきゃいけないなと思ってたんです。なので神様にめちゃ祈り求めました。私が変われるように、神様の言葉でみんなが変われるように、私話しすぎだって気づいて、みんなが神様と一対一で、あ、私変わったんだって宣言するようにって本当に祈り続け、そしてそれをすることによってみんなの話を聞くときに意識するようになったんです、宣言してるから。なのでその時に、本当ここ最近の話ですけど、なんか離れてんじゃないとか、なんかもうはっきり言えるようになって、そしたらいつの間にかみんながシェアの時に、いつもなら自分が話してたんだけど、悩みがこうあった時にすぐカサキとかみんなに話してたんだけど、祈ってたら神様に強められたんだよねっていう、なんかシェアがすごい多くなったんですね。別に私はそういうシェアをしようみたいな風には全然言ってないんですけど、こうなんか自分がそうやって意識を変え、宣言し、まずして意識を変えて、みんなに意識した時に行動が変わった時に、自然と神様がみんなとはっきり、みんなが変わって、そしてカルラももう同じ悩みは二度としないって言ってすごい宣言ずっとしてたんですけど、その動きが全員で必要だなってすごい思います。ちょっとその次の御言葉は飛ばして、スピリットっていうのは本当に何回も聞いてると思うんですけど、由美先生、正瀬先生、そしてエリア君もそう、私もそうですけど、こうリーダー、まずは牧師に対して本当に近づくっていうことをみんなは受け取っていると思います。じゃあ本当に実際フェスタ終わって100をどうすればいいか宣言してほしいんです。まずは JMIX フェスタを毎週100人にする。それはみんなで一致してほしいし、そこにまだ心がないなって思う人はぜひリーダーと話して、そのために祈ってほしい。俺の何がダメなんだろう、私の何がダメなんだろうじゃなくて、この宣言できない、この心を変えてくださいって神様に強めてもらうことを宣言してください。そして祈り求めてください。そしてそれだけじゃなくて、ライフグループの人数や具体的に宣言してみてください。自分の友達の名前を挙げて人に言ってみてください。これは私もエリア君やママや本当に宣言っていう言葉は使ってないんですけど、よく話します。こう私はエリア君にちょうどカンファレンスの時に弟子作りのスピードを引き上げるのを本当にやっていきたいんだっていうことをエリア君に言ったことによって自分の意識が変わったように、みんなもライフグループを超えて、男女の壁を超えて宣言してほしい。でそのためにみんなで祈ってほしい。そこに止まってるなっていう人関係なしで、本当に神様を信じてるっていうだけで十分だから、本当にそれを細かく宣言してほしいんです。ただ10 years 10 church 牧師の心を知る、自分がライフグループ持つだけじゃなくて、なんかもう同じ悩みをしない、もういい加減変わるんだっていう、その力強さを宣言してほしい。綺麗事やこう一見
誰でも言ってるような言葉じゃなくて、神様が自分に語ってることを今日から毎日宣言してほしいんです。一人でいる時も祈りも神様に宣言してるのと一緒です。なので本当にそれによって一人一人が変えられていくことで、私はフェスタのあと100人絶対超えると思います。それは毎週この人がいない、あ、新しい人を、あ、今日いないって焦るとか、そういうなんか、あ、こうやって話したから連れてこなきゃっていうプレッシャーや責任感では意欲につながらないので、そうじゃなくて本当に自分が神様の関係の中で自然とできることだと思うので、私が今日一番伝えたいことはそれです。まあ、その3番のことと一緒なんですけど、宣言し神様だけに期待しよう。神様はヨエル書 3-10 に書いてあるように、あなた方の隙を剣に、あなた方の鎌を槍に打ち替えよ、弱い者に私は勇士であると言わせよ。本当に、あ、自分がリードするとき、ノンクリスチャンの話聞くときに、不安になったり、例えば今、今回ブルーチーム、レッドチーム、グリーンチームで初めてリードする人もいると思います。また宣言しようってなってしてはいいけど、はあ、どうしよう動いてないって実際面で不安になることもあるかもしれません。でも神様は弱い者に私は勇士であると言わせよって言ってくれてる。私は神様が勇士って言ってくれてるんだっていう励ましを本当に受け取って進んでほしいです。祈りというものはすごい大事だし、ジャーナルも大事だし、メッセージでインスパイアされることも全て大事だけど、この具体的にフェスタの後100人自分が行動が変わるためには、この宣言する、そして意識を変える、意識を変わることによって行いが変わる、そして行動していくときに恐れないでください。自分が宣言したからって恐れないでください。神様が全部やってくれるので、3番の宣言して神様だけに期待してください。宣言した後の自分に期待しないでください。信じるって言ったからって洗礼受けるとか、そういうふうに悩んでる子を見たことあると思うんですけど、それと同じように私たちも本当に神様の前に一人で立って進み続けてほしい。そしてこうクリスチャンで洗礼受けてるけどここにいない人って多いですよね。自分のライフグループでこうまだ本当にこう自分を見て悩んでる人って多いと思います。でもその人たちに勇者であるって伝えるのはここにいるみんなだと思います。なので本当にその100人のための、そしてこの今すごい100人100人って言ってるけど、これは本当にちっちゃなビジョンです。もう10 years 10 church にまず私たちが分かりやすくするためのビジョンなので、このためにだけに生きてるわけじゃありません。でも本当にこの立ち上がるっていう意味で私たちが本当の意味で変わる、もうはっきり言ってその心地いいクリスチャンとして毎回毎週来て恵まれて満たされてそれをシェアしてっていう、この心地いい空間から抜け出してほしいです。本当に変わるんだ、もういい加減変わりたいんだって泣き崩れて宣言するような男性になってほしいし、そして女性は本当に強く私を自分の足りないところをで悲しむんじゃなくて、私こんだけ不完全だけどそれでも神様が勇士と言ってくれてるっていう強さだけを持って人々をリードしてほしい。導けなかったどうかじゃなくて、本当にとりあえずやり続ける、そしてこう自分が引き上がるんだ、もうこの正直言ってヒズコールにある一つの文化としてこう変わらないんですよね、このサイクルが。毎週日曜こう誰か出てって入ってきてっていう、そして人数も変わらない。でもこれの習慣も私はなくしたいって本当に思うので、それを神様から受け取った時に、マサト先生からリーダーにならないかっていう話を聞いて、本当に神様が語ってるし神様が成し遂げてくれるんだっていうことを 100% 確信してます。なのでみんなもそのように本当に自分なりの、自分にしか神様が語ってないことをこのフェスタで受け取ってほしい。そして神様っていうのは今みんなが何を期待してるかわからないけど、フェスタで自分の友達がメッセージで応答するのをみんなは期待してるかもしれない。でも神様はそれだけを見てないです。ただライフグループに入るっていう言葉、洗礼を受けたいっていう言葉を見たいんじゃないです。本当にその人が神様に会って変えられてっていう、本当にその子の心の中で本当の友達になる、そして神様によって変えられて弟子になるっていう
部分でフェスタでみんなが新しい子が変えられていくんだから、私たちはメッセージだけに期待しちゃダメです。普段今から準備や、白川公園向かうとき、友達に会うときやお泊まりのとき、そのフェスタにあるすべての時間を通して神様が働いてくれる、本当にこのメッセージだけで、メッセージのシェアだけが本当の関係って感じてほしくないよね。本当にこう遊んでる時もノリの話をしててもなんか違うって違い見せたいし、あ、ここになら私の本音言っても大丈夫なんだっていう、このその子にとって新しい場所となるように神様に祈り求めてこの3日間過ごしてほしいです。そう、私が、今こうやってすごい熱く話してるけど、もしもそこに心がないなっていう人がいたり、こう、まあ、あの人のことを考えた時に、あ、この子をどうやって引き上げようっていうことがあったら、ぜひ話してみてほしいです。その仲間でこいつのために祈ろうって、それが宣言でもあるので、それをすることによってその人に対してかける言葉っていうのが変わってきます。一人で祈るんじゃなくて、お互いに話してください。そして、最後に、その、マサト先生が、最近言ってる言葉が北海道で私ははっきり聞いたんですけど、世界にヒズコールが出ていくんだっていう言葉もよく言ってるんですけど、それ以上にもっとイエスの近くを歩けって語られてるんだってマサト先生が言ってました。私はそれを聞いて祈ろうと思って、もうなんか主任牧師がもっとイエスのもとに行くなら、私たちはもっともっとイエスの近くに行かなきゃいけない。本当にそれをみんなで一緒に近づいていきたいし、力強くこのジェミック世代が立ち上がってほしいです。そして、水曜日由美先生が語ってくれたんですけど、今年中にあと4ヶ月しかない、この今年中に全部のサービスが150人以上、そのためには社会人もそして、キッズも全て含めて、私たちがジェミックスが先頭に立ってこのことを宣言し続けましょう。そしてその、今ここにいない人にぜひ伝えてほしいです、この宣言することを。アメン。またそのシェアの中で、こう社会人やそして自分の年上、こう今まで自分が意識していなかった人に声をかけたり、そういう自分が今まで考えてなかったような変化を神様に求めてください。言いたいことは以上です。でもすごい今日私はもうこの準備をするにあたって、祈ることもしたんですけど、それ以上に聖書を本当に読みました。私の考えが流れるんじゃなくて、神様がここの一人一人に何を語ってるかだけが流れてほしいっていうのが本音なので、本当にそれがなんかもう絶対行くなっていう確信があります。なので、まあ一致して、そしてこの後みんなでシェアする時間を持つんですけど、その時に本音でぶつかってほしいし、単なるいつものシェアと違う、本当に力強くこう男性でも女性でも、もういい加減私の心は変わる、もういい加減ここの俺のここを変えるって宣言してほしいです。じゃあ祈りたいと思うので立ってください。本当に今祈っていきたいんですけど、目閉じてもらってもいいですか。まあ、ここには、神様まだ信じるって言ってない人もいると思うし、まだチャージ来て2回目っていう人もいるかもしれないんですけど、本当に私には神様だけしかいない。あ、本当今まで、分からないって言い訳したり、自分の成長 してないこの見て見ぬふりしたり、力強くいなかった、でもあなたの強さをくださいっていう人、手を挙げてください。ありがとうございます。そしてこのフェスタ、本当に神様に期待する、それだけじゃなくて私を本当に変えてください。テンヤーズテンチャーチのためにフェスタ終わった後100人、私を一番に用いてくださいって今神様に宣言したい人、手を挙げてください。アメン。神様祈ります。
神様、今日この、本当に私たちが変わるチャンスを与えてくれてありがとう。今まで何回も何回もあなたの声を聞きました。今まで何回も何回もあなたのメッセージ聞きました。でも本当に、私たちのこの弱さを許してください。本当に変わろうとして変われない私たちを許してください。でも今日から宣言します。あなたの言葉だけを聞いて変化を求めます。本当に人々のために命かけます。そういう力強い女性にしてください。そして本当に進む男性にしてください。もうこのヒズコールの、このスピードをあなたが今日から変えてください。このフェスタが今までのフェスタじゃなくて、本当に今までと違う、まず私たちが一番に変わって、今まで救われなかったことが救われます。今まで起きなかった奇跡が起きます。今まで日本で起きなかったことがこのヒズコールで起こります。神様、それを私たちに見せてください。そしてあなたが語って、私たちが全力で動きます。その中で不安がもしこれから出てきても、あなたに明け渡します。あなたに変わります。そのように宣言します。イエスの十字架に感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りします。エメン。ありがとうございます。ありがとう、カサキに大きな拍手してください。うわぁ、半端なかったですね。本当に神様一人一人に今語ってると思う。だし俺とカサキ昨日の夜1時間ぐらい話したけど、本当に俺らの心一致してます。なんとかして変えたい。俺らが、カサキも言ってたけど、私が変わって変わるなら何でも変わりたい、俺らの思いです。でそしてみんなも今日受け取ったと思う。いい加減変わりたい。いい加減 GMX を100人にしたい。数字を追うんじゃなくて、俺らの心を絶対変えようよ、この3日間で、ね、ただ楽しむだけじゃなくて、俺らの心が本当に別人のように変わるのを3日間で見ていこう、ね、その準備をもう今日から、そしてもうスタートを切ろう今、ね、このシェア絶対神様働くから、正直になって神様の前に本当に裸で出て神様に変えられよう。絶対戻らないように、フェスタ前の JMIX に絶対戻らないって宣言しよう。そして絶対100人になるって宣言しようよ、ね、OK。 じゃあみんな語られてると思う。じゃあライフグループになってシェアしていきましょう。聖霊が絶対働きます。よかった。いやもう途中から